が来てるのにどうなってるかぐらい説明できないのか。今調べてる最中なんです。だから現状がどうなってるかそれだけ教えてくださいよ。仲間が何人もいなくなってるんだよ。誰もいない。そんなはずはない。そこが生命反応が一番強いんだ。岩の向こうに作業員たちが閉じ込められているかもしれない。了解。おい、はい、向こうだ。はい。あ、隊長さん。隊長さん、どうなりました。皆さん、もうしばらくお待ちいただけませんか。ただいま捜索中ですから。もう生きてるやつはいねえ。みんな学馬に石にされたんだ。学馬？何やってんだお前ら。たむろって暇があるんだったらさっさと仕事にかかるんだ。学馬というのは何なんですか。このクララ島には石を生む神獣学馬が住んでるんですよ。いい加減にしろ。誰があんた方を呼んだんだか知らないけど、地球平和連合のテルマクじゃない。こいつらは意もしない学馬という怪物をでっち上げて。学馬は本当にいるんだ。何をバカなこと言ってるんだ。お前ら仕事をサボりたいだけのことなんだろうが。そうだよ。おい、どうした。食べる怪獣？石を掘りすぎたんで餌になる動物がいなくなったんだ。おまけにガクマが蓄えておいた石をどんどん人間が奪っていく。ガクマは怒ってとうとう人間を。人ごとみたいなこと言うな。お前らだって人間だろ。石を掘ってるおかげで食ってんだろ。おい、大丈夫か。しっかりしろ。しっかり。おい、他のみんなは。怪獣に、怪獣に石に変えられました。このクマだ。ガクマがやっぱりいたんだ。ティガ上空の探査機からの映像です。音波探知機でもサーモグラフでも依然ゴルザの存在は確認されていません。緊急連絡。西南諸島のクララ島に怪獣が出現したらしい。採石場の作業員たちが被害に遭った模様だ。ゴルザですか。いや、ゴルザとは違う怪獣らしい。違う怪獣。まあ今のところ怪獣はおとなしくしてる様子だが、これ以上犠牲者を出したくない。しかし今のガッツでは怪獣に立ち向かうことはとても。分かってる。そこでだ。ガッツのライドメカを戦闘用に改造してほしい。ターチに着手してくれ。了解しました。全司令室に集合。全司令室に集合。かくしてガッツのライドメカを対怪獣用に作り直す改造計画が始まった。兵器を搭載できる形にガッツウィングを変形すればいいんですよ。安全性を考えれば変形させるよりお乳のスカイメカを製作するのが賢明ね。ガッツウィングを超えるメカが作れまっかいな。現実問題ね。ベースはガッツウィングでないと怪獣は飽きませんって。局長、私も手伝います。徹夜でも何でもします。局長、お願いします。ご苦労様です。どうだ状況は。はい、作業員3名と隊員3名が行方不明です。この中にそのガクマとかいう怪獣を見た者はいますか。ああ、岩みたいな怪獣で。お、
角が一本生えてた。おっさんボケたかよ。ガクマの角は2本だ。そうだよ、2本だよな。何言ってる。ガクマの角は1本だ。2本だよ。ガクマの。ちゃんと見た者がいないってことだ。夢のランプが点滅してからメルバーダーズまでものの数十秒間です。巨人は約3分間しか地球上では活動できないんです。なんで生きれる？ゴルザが逃げたのに巨人は追わなかった。というより追えなかったんです。体のストライプは最初はレッドとパープルの2色でした。ストライプがレッド1色に変わることでパワーが発揮できるんですよ。だったら初めからレッドで戦えばいいのに。僕も最初はそう思ったんですよ。パワーが発揮できるようになった分スピードは遅くなってるんです。反対にパープル一色に変わると動作が機敏になるんです。でもその分パワーが落ちるんです。敵に当たるダメージが大きいのはレッドなんです。メルバのような身軽な怪獣だからパープルで倒せたんです。そうか、敵の特徴に合わせて巨人は自分の体をコントロールすることができるんだ。なぜあの巨人だけが蘇ったのかです。また作動するようになったんですけど、ノイズは相変わらず元のままですね。巨人を蘇らせる方法はただ一つ、ダイモが光となる。漢字のところはどうしても聞き取れないんですよね。巨人をよみがえらせる方法はただ一つ、大悟が光となることです。大悟が光となること。大カレーですか？あ、そういえばお腹が空きましたよね。ああ、大盛りカレーですか？あの、今日は僕が怒りますよ。ダイゴ、またの名をウルトラマンティガ。君はホログラムじゃないのか？これはホログラム。でも人工知能が組み込まれてある。なんで俺だけに君の声が聞こえるんだ？あなたはウルトラマンティガだから。違う、俺は俺だ。ウルトラマンティガなんかじゃない。ダイゴの DNA には古代の英雄戦士の情報がプログラミングされている。なんだそれは。ダイゴの持つスパークレンスこそ
大悟がウルトラマンティガたる英雄の証。こんなもん。大体君たちはあんなに高度な文明を築き上げながら一体どこへ行ったんだ。あるものは滅び、あるものは他の土地へ向かった。あんなにたくさんの巨人がいたのに君たちを守ることはできなかったのか。ウルトラマンは人類の選択にまで干渉しない。なぜなら彼らは光だから。でもダイゴは別、あなたは光であり人である。お待たせ。なんだこれ。ダイゴ隊のですか。帰って、俺のだ。出動せよ。出動命令です。時間がないんです。そんな無茶な。出動するって言ってもガッツウィングは改造の真っ最中でバラバラの状態なの。終わるまで待てないの。完成はしていませんが1号機ならすぐにでも。黙ってて。大丈夫ですって。信号弾の代わりにレーザービームも出るし。助かるわ、お願い。まだテストしてないのよ。私が操縦します。そや。ガッツウィング1号発進します。ちょっと G がきついですよ。短時間でよくここまで改造してくれた。もし
世界中に怪獣が現れたら大変なことになりますね。うん、本部に戻ったら早速 TPC 全支部の改革に着手しようと思う。それまでしばらくはこのガッツにお任せください。いやしかしスキッとしたで、また怪獣にお目にかかりたいくらいや。地震？土砂崩れ？ガクマは行く気じゃなかった。彼らはこのことを言ってた。研究すればいくらでも強力になります。問題はそれを使いこなすあなた方も成長しなきゃいけないという教訓ですね。怪獣と戦うのはメカじゃなくて私たちだもんね。そうだよな。巨人がいなかったら俺たちも死にされてたかもしれないもんな。巨人様々やな。思うんですけれど、怪獣でさえゴルザやメルバやガクマっていう名前があるのに
人だけが巨人巨人って呼ばれるのはなんかかわいそうな気がしませんか。山のように大きいからマウンテンガリバーってのはどうだ。マウンテンガリバー、なんかトイレで決まってるみたいな。あのウルトラマンティガーなんてどうですか。それなんでしょう。え、やりそう。ティガーの巨人だから。ウルトラマンティガーか。ウルトラマンティガーね。うん、いいんじゃないか。なあ、次々と起こる予告爆破。入間隊長に迫る謎の予言者。君は招かれざる者なのだ。キリエルビトの挑戦が始まる。次回悪魔の予言、お楽しみに。